展望フロアにやってまいりました。向こうですね。もうもしかしたら前の子先についちゃってるかもしれないですけど、あれ、ここだ、ここです、これだ。あ、ここですね。赤い糸電話、コップを持ち糸を張って使ってくださいと。いや、前野くんまだ来てないですね。これですね。思った以上にただの壁もうちょっとちゃんとしてるやつっていうか、もう十分ちゃんとしてますけど、こう普通のいわゆるあのこのプラコックに赤いこうタコ糸というか、なんていうか糸がついててですね。あ、来た。どれ、え、あ、これかこれか須貝さんも向こう側にいますね。聞こえますか？全然聞こえない。全然聞こえない。聞こえない。聞こえる、前野くん全然聞こえないです。あ、ちょっと聞こえた。かなり引っ張んないとダメだ。てか僕らだと地声で聞こえちゃう可能性はねなんか言ってんのかな。前野くん聞こえるかいそれただ声張ってるだけじゃないですか諏訪部さん、好きな女性のタイプを教えてください。これガチのやつガチのやつで言うんだったら、そうだな、はい、可愛い人性格的な意味で。なるほど。前野くんは？僕ですか？はい。ゲームやってても怒らない人へえ前野くんが一番あの一番憧れている先輩は誰ですか？あー難しいガチなやつですか？はい、ガチなやつで森川さんですマジでガチじゃねえかよいや、でもあの同じくらいあの諏訪部さんのようにもなりたいと思ってます。上手トモ君、上手になりました。じゃあ諏訪部さん、後輩で一番可愛いと思う後輩は誰ですか？可愛いと思う後輩か難しい。ガチなやつですか？ガチなやつです可愛いと思う後輩、それはもちろん前野くんだよありがとうございますじゃあ取れ高 OK ということで、はい、ではまた下で合流しましょう。また下で合流しましょう。すいません、ありがとうございます。はい、はい。